こんにちは、 KTC 放送局の店長です。どうもこんばんは、こんにちは、というわけですね。はい、今日はですね、クリスマスイブというわけでですね、ちょっとサンタっぽいね、クリスマスカラーのパジャマにしています。はい、クリスマスカラーパジャマです。はいね、そしてクリスマス用のサングラスですね。はいね、あ、じゃあニットでも被ろうかね。一足早いですけどメリークリスマスというわけで、これからジムなのでね、なんかおかしなことになってるなはいね、あ、クリスマスっぽいですね中途半端な感じが、とてもクリスマスっぽいと思いますね。こんな感じで、はい、今日はですね、まあ、ちょっと早く、ちょっと早いんですけども、まあ、クリスマスプレゼントということで、動画のプレゼントということでね、どこがプレゼントじゃ、死ねーっていうね、クリスマスに、罵声が聞こえてくるよ、本当に。すまんな。クリスマスプレゼントでもなんでもないんですけども、まあまあまあ、とりあえず、ちょっとこれからジム行かないといけないんで、イブなのにね、イブなのにジムですよ、過ごす女性がいないんでねそう、これからちょっとジムなんですけども、ジム行ったらちょっと遅くなりそうだから、あの、今のうちにちょっと動画撮っとこうかなと思って、まあなんだこの気持ち悪い感じそう、動画撮っとこうかなと思って、カメラ回しました。はい、で、何の話しようかと思ったんですけども、あれね、アウトローに関する、勘違いというわけで、そのアウトローに関するちょっと勘違いを、ね、クリスマスイブにちょっと正していこうではありませんかと、いうわけで、結構ね、なんか、多くの人がですね、勘違いをされているようですので、ちょっとそこを、正していこうかなと思います。はい。で、どんな勘違いだったというと、もう一番ポピュラーなのが、不良とかさ、ヤンキーとかさ、まあ、ヤクザさんとかさ、そういう怖いもての人ってさ、顔とか外見は怖いけど、本当は内面はすごく優しい人が多いんだよね、みたいなね。すごく気のいい、本当はなんか気のいい人が多いんだよね、みたいなね。言ってる人がいますけども、間違いです！はい。どっから出てきたん、その理論って思うんですよ、本当に。ねえ。そりゃね、いい人もいますよ、中には。うん。もちろんね、そりゃ、いっぱいいるね、アウトサイダーな人の中にはですよ、顔怖いけど、ね、外見怖いけど、ね、実はめっちゃいい人やんっていう人ね、結構いますよ、そりゃ。うん。けども、いや、そのまんま悪い人やんっていう人の方が、多分多いと思いますよ。うん。ね。なんだか知らないけど、何のね、漫画の主人公かなんかを想像してるのか知らないんですけども、本当はいい人なんだよね、みたいなね。うん。いやいやいやと。漫画の読みすぎやでっていうね、ふうに思いますけども、本当に注意してくださいね。本当はいい人なの、本当はいい人なのせね、不用意に近づいて、痛い目見ないでくださいよ。本当に。マジで。みんながみんないい人じゃないですから、もちろん中にはいい人もいますけどね。うん。ですね。あと、前も言ったかもしれないけども、こういうね、勘違いっていうか、こういうね、理論っていうか、なんかこういう意見、なんていうの、こういう勘違いもよく聞くんですよ、巷でね。暴走族とかさ、そういう、ヤンキーとかチンピラってさ、なんか、群れてないと何にもできねえんだよな、みたいなね。勘違いです。これも前にその動画打ちましたけど、そういう話の。それな決まりないですよね。群れてるから、何も、一人だと何もできない、一人になった時何もできない、なんてね。それはただのアンチコメントというかね、ただの、悪口ですね。それはない、うん。そういう人もいるかもしれないですよ。もちろん結構、周りがいっぱいいる時だけ強い人とかもね、それはやっぱいますよ。けどね、別にそういう人が全てじゃないし、粒揃いのね、例えば、ね、チームだったらね、一人になっても強いしね、怖いしね、ね、津田沼なんちゃらかんちゃらとかね、もちろんね、なんとか連合とかね、よく、ね、名前聞くとこあるじゃないですか。ね、一人になっても怖いでしょ、もちろん。怖いし、強いし、脅威でしょ。なんでそんな勘違いっていうか、そんなね、謎の理論がね、定着したのかわかんないですね。
なんかあいつらブレてるだけで一人だと何にもできねえんだよみたいなね、そんなことないですよね、それはもう大いなる勘違いですよね。多いなと思ってそういう勘違いしてる人が本当に、うん、なんでなんですかね、うん、そういう勘違いしてる方ってね、漫画なんですかね、漫画のなんかあれの受け売りなんですかね、うん、実際にそんなねことないんですけどね、本当に群れてなきゃ何もできないとかね、怖そうに見えて本当はいい人が多いんだよねみたいなね、いやーどうかなって思うけど、いや本当にそのまま悪いやつとかいっぱいいるぜっていう風に思うけど、漫画なんですかね、ドラマなんですかね、なんかの漫画のね、あれを信じちゃってるんですかね、いけないですね、それ良くないですね本当に、実際自分がきっと怖い目にあったら分かるんでしょうけども、怖い目に遭う前にね、ちょっと防いでほしいということで、ちょっと勘違いしない方がいいんじゃないのっていう、ところで、そのちょっと、警笛です、警笛。悪そうな人は、ほんとそのまま悪そうな人っていうか、悪い人が多いっすよ。ね、まあみんなが、それもみんながみんなそうじゃないんだけども、確率的には高いから、まあまあまあ、怖い目とかね、痛い目見たくない人は近づかない方がいいっすよね。あとなんかね、弱いやつほどよく吠えるよね、みたいなね、こと言う人もいるんですよね。その言葉、確かにそういう言葉あるんですけど、あの言葉間違ってますね。弱いやつほどよく吠えるみたいなね。ね、ビッグマウスの格闘家とかいるじゃないですか。ね、まあ代表的なとこ言うと、キッドさんとかね、カメラさんとかね、弱いですかっていうところですよね。強いでしょ。普通に。強いでしょ。弱くないのに吠えてるでしょ。みんながみんなそうじゃないよね。弱いから吠えるわけじゃないし、強い人も吠えるんですよ。だからね、弱いやつほどよく吠えるってかいうね、よく理論言ってる人いるけど、ペラペラな理論だなと思うんですよね。あれね、実際、強い人も吠えますから。要は吠えるのはね、弱い人の特権じゃないですからね、強い人も吠えますから、気をつけてください、本当に。なんかそういう、だからね、ことをね、なんか考えると、結構発見があるっていうか、世の中にね、そういう横行してるね、そういう謎のなんか言葉、そういう弱いやつほどよく吠えるとかね、悪いやつほどよく眠るとかね、それはまあ映画だけども、そういう言葉、間違いだらけだなと思って。確かにその通りって思う言葉あるけど、いや全然一概にはそうは言えねえだろっていう言葉しかないんで全部。ああいうなんか、受け売りっていう、受け売りじゃないな、そういうなんていうの、言葉って、本当にもう確かにって思う反面、いやいやいや、一概にはそうは言えねえよっていう言葉ばっかりだから、それでなんかもう全部物事判断しちゃダメですよ。B 型ってこうなんでしょとかね。血液型理論でね。いやいやいやって思うけどね。世の中に4タイプしか人間いないのかいって思いますよ。A 型、B 型、AB 型、O 型でね。その4タイプしか人いないんかいって思いません？確かにちょっと当たってるかもってとこあるけど、いやいやいやと。何億人、何十億人人いる中で全員4タイプに分類できるのかってね、思ったらできないでしょうよね。だから何々ってこうなんでしょうみたいなね、考えて、ま、飲み会とかのね、席とか、あとまあなんか何々ってこういう人が多いよねぐらいのね、ことで思ってればいいかなと。何々ってこうなんでしょうってね、それをね、本気でね、なんかその自分の考えというか、ね、もう完全にもうそうなんでしょうって決めつける人本当にいるんですよ。いや B 型はこうだからとか、いや本当に弱いやつほどよく本当にそうなんだってとか言って、だって強いやつほどどうだか、いや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 、一概には言えないよと、どんだけ君世間知らずなのよっていう思っちゃう時があるんですよね。本当になんだろうな、考えないんでしょうね、あんましね、本気で深くそんな考えるようなレベルの話でもないからさ、まあそうなのかもしれないけど、もう考えないのかなって思っちゃうから、気をつけてくださいね本当に。怖い人には近づかない、なるべく。で、すごい、おれー、ってね、よく吠えてるけどね、弱いやつをよく吠えるっていうね、言葉が当てはまるかさ、そうじゃないから、吠えてるやつにも近づかない。ね。あと、うちの子噛まないからっていうね、犬にも近づかない。急に噛みますから、犬は。近づかない。ね、基本的には。何々ってこうなんでしょっていう考えを捨てろっていうね、クリスマスイブから、もう今日からですね。もう固定観念、固定概念、固定観念、どっち？もう固定概念だか観念だか分かんないけど、そういうね、もうこれはこうです、何々はこうですっていうのは、もう数学以外には当てはまらないんで、全部捨てろ！本当にそんなの、役に立たないぞ、本当に。あと、なんだ？
もういいか。ジム行ってくるか。もうこれ昼間に打つ動画だから、夜は夜で動画上げるつもりなんで。はい、 See you。 皆さんクリスマス、イブをご満喫ください。僕はジム行って一人で寂しく一人で寂しくトレーニングしてる。